つぼみのニコニコランドは2010年10月6日から2014年4月30日までニコニコ動画の有料チャンネル桜稲垣咲とつぼみのニコニコ開花宣言チャンネル内で放送されていたインターネット番組通称はニコラン同項目では2014年5月9日より放送開始された後番組のつぼみのもっと前進 2016年1月20日に開始した、つぼみのちょっと前進、についても説明する。吉本発、ガールズユニットつぼみがレギュラーとして出演していた、インターネット番組。放送日は水曜日と金曜日。大前進の番組、つぼみのニコ動宣言、を経て、前進の番組、つぼみのニコニコ開花宣言から、番組の内容や出演メンバー等を変更しながら、 NSC、NS 大阪港から放送を続けていた。開始当初は、各、曜日とも共通の出演者であったが、番組タイトルが、つぼみのニコニコランド、に変更されるに伴い水曜日と金曜日で異なる、メンバーが起用されることとなった。2014年3月に前 MC を含め、これまで、レギュラー出演していたつぼみメンバー7名の卒業に、伴い、 同年4月第1週に番組のリニューアル準備による休止を経て9日より水曜、金曜ともに共通のメンバーで放送を続けていた異なる曜日で共通のメンバーを起用するのは大前進であるつぼみの二鼓動宣言以来のことである2014年4月27日をもって同じ桜 稲垣咲きとつぼみの開花宣言チャンネル内で毎週金曜日に放送されていたもっと桜稲垣咲きが単独チャンネル R 藤本と咲きの新世紀ドラゴゲリオン Z チャンネルとリニューアルして独立し NSC 大阪港から撤退したことを受け同年5月より同チャンネルがつぼみのニコニコチャンネルに リニューアルされることが決定したため、同年4月30日をもって終了。その際に完全に有料放送から、基本無料放送に変更されている。あと番組は、同年5月9日に放送開始された、つぼみのもっと前進。と、ニコニコランド金曜日終了後に、実習放送されていた、おまけ放送をベースとした、つぼみの、もっともっと前進。未分裂し、放送時間も、 毎週水、金放送から月2回放送に変更。生放送の回数を減らした代わりに、有料会員専用動画が多く更新されるようになり、2015年1月にリニューアルされるまでは、会員専用動画の中から無料公開される動画がメンバーによって選出されていた。この他オープニングとエンディングにミニライブを行うようになり、 全番組の途中で廃止されていたメンバーの名札とランキング制度が復活当番組内で行われるアンケートの結果により上位2位に選ばれたメンバーが同日放送される有料放送と次回放送分の MC を行う権利を得ることができる対照的に下2人に選ばれたメンバーが次回放送ではスタッフとなって 裏方に徹しなければならず、オープニングとエンディングを除いて、基本的に画面にはあまり出ないというルールが定められていた。スタッフに選ばれたメンバーのみ、衣装も黒いボディスーツ及び黒の衣装に固定されるというルールであったが、2015年4月22日放送分より、位になったメンバーの処遇が罰ゲームに差し替えられたため、同日をもってスタッフ制度が廃止された。 2014年に加入したメンバーは、同年6月より、レギュラー出演している。2015年1月14日、放送分より、ニコニコ生放送の機能である、お試し視聴を、放送時に採用することとなったため、もっと前進もっともっと前進、の両番組を合併し一つの番組として、統合され、有料会員以外は途中で放送を打ち切る形に、変更された。 NSC、大阪港が使用できない場合、番組配信の場所を一時的に吉本クリエイティブ、エージェンシー、大阪本社内にある会議室及び記者会見場で行われている。2016年1月11日放送分にて、月2回放送から4回放送に変更を発表、同時に新番組、つぼみのちょっと前進、を同年1月20日より、 放送開始することを発表した内容はランダムに選出されたつぼみメンバーに名によるコメント機能を利用したチャット方式の1時間番組初回放送のミトラブルでタイムシフト視聴不可となったため後日会員専用動画としてアップロードされたつぼみメンバーコマゴメピペットシュークリーム樋口と、エリカ水森イオンつぼみのもっと前進より出演している メンバーふわふわパンチ、元メンバーつぼみのニコニコランド。に出演していた元メンバー1期生、山口彩子、福田巻加藤うまな、小寺真理、福田滝子、ひろか、清原奈美子、鶴原あゆみ、内藤理沙、たみ、ゆう子、犬ゆうりな2期生、今井まれよ、八木崎、村上彩香、中上彩や、ゆうちりな、金沢さり、たおゆう、近藤さら、鈴木えりな。 三期生、村山真理北山舞香四期生、ジェジュン、奥平哲子、うさぎかなつぼみのもっと前進。に出演していた元メンバー五期生、白吉子六期生、朝倉こと姉、栗本里奈、つぼみメンバー以外の出演者ゲスト出演つぼみの、ニコニコランド。に出演したゲストを、とも、鉛筆消しゴム、ユリアン、レトリバーサンパウロ。つぼみのも前進。に出演した。 ゲスト山崎裕介、ガオちゃん、馬と、魚、アメージングヒューマンズ不定期出演、安田ゆきな番組の関係で金曜日のみ、不定期出演しており、一度だけ、MC 代行を務めたことがある、放送当時、巾着の相方だった、浅本美香と共に、つぼみのリーダーであったが、巾着解散、つぼみのリーダー解任後も引き続き出演していることが、見られた。 オープニング MC にとメンバーよるフリートーク、かつては MC のフリートークを行った後メンバーが集まる構成だった。ランキング MC によるフリートーク終了後、各メンバーが用意したファッションや写真などをスタッフが格付けし、ランキング形式で発表しながらメンバーの紹介を行っていた。トーナメントへとセトラ、各メンバーがテーマに沿った。 即興芝居や作文等を披露し、視聴者の投票によって1位を決めるトーナメント等が行われていた。エンディング第1回第58回放送抽選ボックスからメンバーの名前が書かれた紙を取り出し、そのメンバーが歌とダンスを行っていた。第59回第120回放送指定されたメンバーが各自で用意してきた1分間のパフォーマンスを行っていたが、 放送当時水曜 MC だった今井稀ヨによるウクレレ事件の発生により第67回放送以降は30秒に短縮された第121回水曜は番組内で最も活躍できなかった人に対して民山さんがお説教を行っていたで紫笑い笑いの掛け声で呼ばれるのが恒例であった金曜は番組内で最も可愛くない発言をした人に 対して、リナンナンがお説教を行っていた。いずれもリニューアルに伴い廃止以降は、オープニング後のランキング制によるメンバー出演の制度廃止後、MC の呼びかけにより、一斉にメンバーが集結してからフリートークを行う形式を経て、現在は最初から MC と出演メンバーが全員集合している状態からフリートークを行う体制となり、加えて、 メンバーの加入や卒業のたびに短期間でリニューアルを最終回まで繰り返していた。無料放送、つぼみのもっと前進。では、番組内のプログラムが固定化されており、リニューアルも短期間で番組全体の内容を変更していた全番組に比べ、小規模に止まっている。この他番組中の衣服も、私服からステージ衣装に変更された。有料放送、 つぼみの、もっともっと前進。では当初 MVP に選ばれたメンバー2名のみ出演し、30分間フリートークを行うだけであったが、後に MVP に選ばれたメンバー主導により、全員参加するスタイルに変更された衣服も、もっと前進。同様引き続きステージ衣装で固定されていたが、後に前、番組と同じく私服に変更された。 2015年1月15日放送分より番組自体が統合されたためもっと前進の1コーナーとなっている番組が統合された当初開始前と放送途中で番組案内のパネルが設置されていたが2015年10月より省略され番組開始前に表示される固定画面のみとなった水曜日の番組は MC だった福田真希と 加藤マナにより極力時間内に終了するように進行されており、放送終了後には30分程度の反省会を行っていた。メンバー同士で良い点、悪い点を指摘し合いながらも分け合い合いとした雰囲気ができていた。しかしその反面、リナ南ナがつぼみに在籍していた時には、福田がなぜか彼女に対して甘めに接していた。本人は、 リナンナンがプリプリアイドルでいられるところが良いと発言していた。今井マ,マレオが MC をしていた頃は彼女の言動により番組内の空気が微妙になるのが定番があり、その際に視聴者がコメントでマレオの滑りゲー気負ってると発言するのも同様に定番となっていた。しっかりしたイメージのある水曜日に対して金曜日は放送当時金曜 MC だった。 コデラマリの自由奔放な進行のために、かつては60分の放送時間が30分以上も延長されることが見られ、一時期展開次第で最大80分に及んでしまったことがあった。番組自体もかなりやりたい放題で自由な傾向にあった。オープニングが MC のみのフリートークだった時期には、 MC 二人の会話がエニエムと続いていたため、他の出演者が様子を伺うという状態になることが、よく見られていた。かつてつぼみに在籍していた。鶴原歩美は、みんな置いてけぼり同じく在籍していた。清原奈美子は、お互いしか友達がいないために、このような状態になるのではないかと指摘していた。このような自由奔放な番組の様子を指して、金曜、 クオリティという視聴者からのコメントが流れることがあった。番組終了後に必ず反省会を開催する水曜日に対して金曜日のメンバーは初回放送終了後にコーラの飲み会を開催して以来反省会を行っておらず一部のメンバーは放送終了後すぐに帰ってしまうことが多かったが2012年下半期以降は放送終了後不定期で コマゴメピペットが自主的におまけ放送を行うようになってからはその割合が減少していた。実際には90分後に同じ場所でもっと桜、稲垣先の放送を行っていた関係もあり反省会を行うことが難しいという事情もあった。2013年8月2日放送分にて体調不良で同じく放送当時金曜 MC だった。 山口彩子が休んだことから、当時水曜 MC であった福田真希が MC 代理を務めた際オープニングのフリートーク開始早々、金曜メンバーの番組に対する取り組みと方針を批判していたことが見られた。同年10月25日放送分から2014年3月まで山口を除くメンバー全員がセーラー服を着用していた。水曜、金曜ともに、 共通のメンバーで行い、視聴者の意見をコメントを通じて取り入れながら、今後の番組とユニット全体について、これまでのバラエティ路線を継続しつつ、話し合いを行うのがメインとなっていた。この多言メンバーの新しいキャッチフレーズを考案したり、放送当時研修期間中であったことや2014年5月24日に、梅田ヘップホールで行われた。 つぼみ公演2014申請つぼみ開幕ダッシュ、開演まで、シークレット扱いとなっていたためほとんど、出演していないが、同年4月より、新メンバーとして参加した、岡本蓮、朝倉こと姉、栗本里奈、糸原さやかによるコメント等も発表していた。この4名は、同年6月より後番組に、レギュラー出演しているが、後に岡本と糸原が、 漫才コンビ及びアイドルユニット、ふわふわ、パンチを結成。このほか朝倉が2015年1月11日付をもって、卒業、約半年の休止期間を経て、ピン芸人に転校していたが、2016年6月30日付で、吉本大社市芸能界引退、栗本も、同年3月31日付で卒業。 吉本大社から約半年後にマイムプロ大阪に移籍している。つぼみのニコニコランド。では放送開始直後から番組開始までの数十秒間は画面がブラックアウト状態になるため放送当時金曜 MC だった小寺マリのニックネームに習い、漆黒や漆黒放送というコメントが水曜金曜問わず流れていた。かつて機材の状態によっては 番組開始まで数分以上かかる場合もあり、その時間を使って、会話、出演者への応援メッセージ、アスキーアートを描くなど視聴者コメントによりかなり、自由な暇つぶしが行われていた、この他画像が途中で止まる、画質が荒くなる、等の不具合が見られていた。2013年10月に、諸事情により、運営体制の全体的な見直しが行われてから、 番組開始までに数分以上かかる不具合は改善されたものの、その他の不具合は依然として改善されておらず、2014年1月以降は加えて放送中に突然映像が消えてしまうトラブルが起こっていた。あと番組の、つぼみのもっと前進。で、構成サッカーを除く放送スタッフを一新してからは、長期のトラブルが起こる割合が大幅に激減したが、 ニコニコ生放送の機能、お試し視聴を、初めて採用した2015年1月14日、放送文にて、チャンネル設定の不備から、有料会員が放送を見られないトラブルが発生。後日公式ブログと、ツイッターで謝罪し、当学放送文を急遽作成した、YouTube の予備アカウントにて、一定期間限定で公開していた。同年9月9日、放送文でも、 同様の理由で、番組自体が完全有料放送となり、無料放送分が見られないトラブルが発生。後日公式ツイッターで謝罪した。AB 桜、稲垣咲とつぼみのニコニコ開花宣言、チャンネルハット ABCD つぼみのニコニコランド2011年8月3日。ありがとうございます。